ははいこんにちは、えー、今日は悲しい時はどうするかということでお話をしてみたいと思います。まあ、あのー、季節もですね、えー、春もあれば秋もありますね、えー、夏もあれば冬もあるように、えー、一日の中でも晴れもあれば曇りもあます。 あるように人生には嬉しいこともあれば悲しいこともあるということですねえつまりは苦しいことと悲しいことは人生につきものということをまず分かっていなければならないと思いますいつも嬉しい楽しいということであれば問題はないんですけれども 私がなぜその悲しい時はどうするかという題を取ったのかといいますとその悲しい時にその取り返しのつかないようになってしまう例えば、まあ、自分で自分の命を止めてしまうとか、まあ、薬に頼ってもう長期間薬から、あのー、離れられないっていうことです,ですよね。 でまあ、そういうことについて話してみようと思うからなんですけれどもで悲しい時にはどうすればよいか,よいかということでまず第一には心理的に考える必要があると思います、えーまあ、高い理想を持ってでその現実ですよね実際の現実際とその理想これが いつもかけ離れているために悲しみを感じるということが一つ。で第二、二つ目には生活なんですよね。境遇とか家庭の事情とか、そういったことのために苦しむ人が多いんですけれども、まあ、これは立派なところに勤めている人でも同じですよね。境遇とか家庭の事情のために苦しむ人も多いです。 でまあ、理想と現実うあまりにもきょその距離がかけ離れているために辛抱ができないでその自らの命を絶つということを選択してしまう場合があるんですけれどもまあどちらかというとまあ男の人の方が多いのかなという気はしますねで、まあ、女性は の方が忍耐強いので悲しい時にですね、えー、ちょっとあの飲みに行こうかなんていう話も聞くんですけれども酒を飲んで、えー、苦しいことや悲しいことを話してもまあそういったことで対応できるってことは あのまずないですよね。えー、ですからあのきちんとそういった話を整理して話をしていきたいと思うんですけれども、えー、ではあのその悲しい時にはどうするかということで、えー、その時の工夫ですね、えー、の結論を2つほど言いたいと思います。 えー、まず1つ目なんですけれども、えー、悲しい時には、まえー、1つ目は、ま、待つことですよね、えー、2つ目は信じることということで待つということは時を待つことですね待てば回路の日和と言いますけれどもまだ全部を見なければ意味を知ることができない映画のような感じですかね、えー、例えばあの勤め先の上司に 怒られて、えー、悲しんでいる悲しいというふうに感じたとしますでもそれはあの映画ではまだ始まったばかりであって最後を見なければわからないということなんだということをまず理解しておいてくださいえー すべての,その植物や動物、すべてそうなんですけれども、すべてには順序というものがありますよね。えーまあ、それを解除というふうに呼んでいますけれども、例えば朝顔のつるでも急には伸びません。少しずつ竹の周りをぐるぐると回って伸びていきます。でこういったように順序を踏,、ま、踏んでいかなければ、 伸びないのと同じで私たちは順序を踏まなければ、まあ、失敗してしまうんですよね。で悲しみを感じたりするんですけれども人生においてその順序を踏んで、えー、踏まずに力自慢でいくと、まあ、失敗することが多いんで特に天才肌の人ですね まあ力ずくで一息にやってしまうものです,ものですから、まあ、失敗も多いんじゃないかなと,ということですね。でその種を私たちは撒いていくんですけれども、えーまあ、その種っていうのは時が来なければ。 実らない今日まいた種が明日開花することはないですよね。ですから花を見たければその花に合わせて何日前にいや何ヶ月前あるいは何年前というふうに種をまいておかなければ今日の花を見ることはできないということをまず知っておかなければならないと思います。 で悲しいときにどうするかということで、第2番目の信じることですよね。で、信じること、まあ、信仰とも言いますけれども、人生においての,その可能性を信じることですよね。でもう一度、その悲しいということを見直して、悲しみを通して新しいことが生まれることや、悲しみを通して反省すること、悲しみを通して人を助けること、 でその可能性を信じることを信仰というんですけれどもでこれを考える前に、えー、私たちは信じる時の態度も考えておく必要があると思います。で貧乏して悲しいのか病気のために悲しいのかいやいや無学のために悲しいのか。 あるいはまた人の力の力不足のために悲しいのか失敗して悲しんでいるのか悲しみというものにきちんとしたその相場というものをです、ねえー、つけておく必要があるんだろうと思います、まあ、小さなことでですね 例えばですね目の前の人がですね、えー、悲しんでいるとしますで私、まあなたがその人を見てなんでそんなことで悲しんでいるのって思うような感じで自分のことを見てみるといいんですよね。でそうした場合他人は他人は今私が悲しんでいることに対してどう思うか。 いうことを思えば、その他人から見れば、まあ、大したことないことの方が結構多いんですよ。ですからその小さなことでですねあの悲しんでいても仕方がないわけですからよくそのことを理解して。 置いいておく必要があるんだろうと思います、ね、で人間というのはどうしても目が前についてるものですから目の前のことばかりしか見えてないんですよね。頭の上からとか後ろとか、あのー、もう全体が見えてないんですよね。目の前目の前目の前っていう感じでで悲しい悲しい悲しいっていう感じになってしまうのであ一度ね悲しいっていう感じがした時に。 まあ第三者の目っていうんですかね、あの客観的に自分を見る目を持ち得たならば、あなんだそんなことでっていう感じでね、えー、あの見てみればいいのかなというふうに思います。まあお金があればね、あの悲しみがないんだ。 っていうことも聞くんですけれども、まあ、そんなこともなくて、まあ、あのお金持ちの人がいつも、まあ、夏は水泳やって旅行行って冬はスキーやって、まあ、遊んでばかり行ったら楽かといえばそんなことはないわけですよ。苦しいんですよねお金のある人はある人で。で働いてる方があのいいんだとその方が愉快だと。 楽しいという人も大勢いるわけです。まあここまで話してきてどういうことかというと、まあ、人生は工夫そのものということなんだろうと思います。で好きで好きなことであれば労働でも何でもして楽しんでいけばいいんだと思います。 貧乏してもですね、えー、好きで貧乏をしているんであれば、全然、あのー、問題ないわけですよ。生まれたときは誰でも貧乏なんですよね。裸で生まれて、生まれて裸で死んでいくわけですから、いくらお金がある人でもお金を持って、えー、死ねるわけではない。 わけですからお金について悲しむことは全然ない、まあ、全然と言ったらちょっと言い過ぎかもしれませんけれどもお金だけに絞って考えてそれについて悲しむことはないですよということを言っておきたいと思いますで貧乏をしていても 愉快に暮らすことのできる人はたくさんいるわけですからすべては気持ち次第であるということが言えると思います。で、まあ、何度か話をしてきましたように、えー、気持ち次第、えー、つまりは心の工夫だということです。で心の工夫こういったことをできない人しない人は、まあ、悲しみは絶対的で。 そこから永久に救われることはないので、よくよくその悲しみということを考えて、えー、見ればいいんだろうと思います。えー、悲しみと喜びは、えぇ、ー、一、え、体、ー、表裏ですね。えコインの表と裏ということで、悲しみの裏側には喜びがあり、えー、喜びの 裏側には悲しみがあるということで悲しみを感じたならば必ずその反対側には喜びがあるんだだから喜んで悲しんでいいんだと悲しみを感じていいんだということに自分でそこに気づいて今後の人生を送っていけたらいいんじゃないかなというふうに思います えー、あなたのこれからの人生をより良い方向に、えー、して、えーえー、これからもこれからも幸せな人生を歩んでいってください。はい、ご視聴ありがとうございます。